常に異例といいますか、非伝統的な下げ幅、あらぬ疑念を生んでしまうようなメッセージ性の強い大幅利下げ、日本全体の景況感そのものにあまりいい影響を与えない可能性があります。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。アメリカが利下げを決めたと聞きました。このニュースについて詳しく教えてください。アメリカの中央銀行にあたる FRB が本日政策金利を 0.5% 幅引き下げると発表しました。これは新型コロナウイルスの時に FRB が経済の下支えのために緊急利下げを行い 0% まで引き下げた時以来で約4年半ぶりとなります。これはアメリカを襲っていた激しいインフレにですね、一定の落ち着きが見えてきたことが大きな原因です。アメリカは新型コロナウイルス後ですね、世界に先駆けて経済を回復させてきたんですが、まあその過程で激しいインフレも起きてしまいました。例えばですね、卵なんですけど、アメリカ人朝食含めて卵大好きで卵みんな買うんですよね。で、パックで1ドル20セントぐらいだったんですけど、これが、まあ、激しいインフレの影響もあって5ドル近く4倍になりましたし、あとガソリンですね。国土広くて車社会なんで、みんなその車乗ってますし、ガソリンはもう本当生活必需品中の必需品なんですけど、これ1ガロンあたり2ドルを切っていたのが約5ドルですね。これも 2.5 倍ぐらいになりました。州によっては6ドルとか7ドルとかするところもありました。家賃もですね、5、6% ぐらいの上昇で住んでたものがですね、高い人では 30% 前の年よりも高い家賃を請求されるようなことにもなりました。まあこうした激しいインフレがですね、アメリカ全土で大問題になっていたわけなんですけど、インフレの主要な要因であったエネルギー価格の下落であるとか、後で話しますけど FRB によるその金融引き締め、政策金利の上昇ですね、インフレがかなり落ち着いてきたことが今回の利下げにつながったと言えると思います。そもそもの話として、この利上げや利下げっていうのは経済に対して一般的にどのような影響を与えるんですか？中央銀行はですね、政策金利と呼ばれる世の中のあらゆる金利の基準になる金利をですね、まあ、人為的にコントロールすることで経済や物価に影響を与えようとしています。政策金利を例えば引き上げるとですね、例えばその銀行からの貸し出しの金利とかですね、住宅ローン金利とかですね、そういった世の中のいろんな金利がですね、これにつられて上がります。で、そうすると企業はお金を借りづらくなって、設備投資がしづらくなるし、消費者も借金をして何かを買ったりするっていうことが難しくなります。で、そうすると経済全体がですね、だんだん元気がなくなってきて、で、そうすると物価が落ちてくるという働きになります。で、逆に利下げをすると企業も消費者もお金を借りやすくなりますので、それに従って消費や投資が活発になると。で、消費や投資が活発になってくると、企業は自分の商品の値段を上げられるようになるんで、全体的に物価も上がってくると。利上げをすると景気にブレーキ、物価にブレーキ、利下げをすると景気にプラス、物価も上方方向に行くというような仕組みがあります。ではこのタイミングでの利下げをすることでインフレに再びなってしまうという恐れはないんでしょうか？いや、それは本当に懸念されるところだと思いますね。一応今アメリカの CPI っていうインフレの指標があるんですけど、足元で 2.5% ぐらいまで来てます。まあ、本当にひどかった時は 9.1% だったんで、かなりのインフレの抑制効果が出てきていると思っています。で、一方で経済生き物ですので、どこでどういうふうなことが起きてインフレが再燃するかっていうのは誰にもわからないんですよね。まあ、例えば新型コロナウイルスの後に起きたウクライナ危機、あれのせいで原油はもうべらぼうに値段が上がってしまってですね、で、石油ってもうあらゆる製造業であるとか、輸送業であるとか、農業もそうですけど、もうあらゆる産業に石油って使われてるんで、石油が上がっちゃうと全体が上がっちゃうんですよね。で、そういうことで、アメリカの CPI も、ウクライナ危機とコロナ禍の両方のショックで、かなり CPI、インフレ率が上がってしまったんですよね。で、誰もウクライナ危機はなかなか予測できなかったと思うんですよね。で、ああいうようなショックがまたないっていうのは誰にも予想できないんで、で、そうなると、インフレっていうものがまた再燃することっていうのは十分に考えられます。ですので FRB としてもですね、
利下げをして経済景気っていうものに今まで以上に配慮していきましょう、景気を雇用を下支えしていきましょうっていうのが今回の狙いなんですけど、もちろんもし CPI とかそのインフレ率がですねまた反転して再燃するようなことになれば、当然あの利下げを停止するであるとかですね、まあ、最悪また利上げをもう一回しなきゃいけないとかですね、そういうような状況に追い込まれることもこれはゼロではないと思います。そういったインフレの危険性というものをまあ考慮しながらそれでも利下げに踏み切ったというのは他に何か理由というのはあるんでしょうか。一番大きな理由は当然このアメリカのインフレっていうものに一定の落ち着きが出てきたということです。それは今お話しした通りなんですけど、実はもう一つ理由があって、アメリカの雇用情勢っていうものがやや以前よりもちょっとクールダウンしてきたなっていうふうな懸念といいますか心配がちょっと出てきているんですね。新型コロナの後っていうのはみんな家でステイホームしてたっていうのもあるんですけど、非常に人手不足が激しくなってですね、アメリカではもう失業率が 3% 台っていうのがもうこれが何年も続くような状況になりました。アメリカっていう国はですね、非常に雇用の流動性が高いっていうこともありまして、失業率だいたい 5% ぐらいあればほぼ完全雇用みたいな世界があったと思うんですけど、そんな中においてこの失業率が 3% 台で推移してたっていうのは非常に、逆に言うと人手不足が非常に激しかったっていうことだと思うんですが、この雇用情勢がだんだんと若干悪くなってきてるんですね。失業率は例えば今年の1月はですね 3.7% ぐらい、これも非常に低いんですけど、それが今足元でだいたい 4.2% ぐらい、4% 台でもまだまだ歴史的には低いと言えるんですけど、やっぱり失業率が上がってきてる、悪化してきてるのは間違いないんですよね。あと新規の就業者数、新しく職に就いた人の数ですけど、これも最近は月約平均で10万人、11万人ぐらいで、今年の初めぐらいと比べると半分以下になっているということで、ちょっとこの雇用の情勢っていうのに不安が出てきてるよねっていうのは、いろんな人が言ってることで、FRB 自身も認めています。なので、今回のインフレの落ち着きに加えて、この雇用情勢への不安、懸念っていうのが大きくなってきていると。なので、企業活動であるとか、経済活動を政策金利をちょっと落とすことで応援してあげると言いますか、活発に少しさせることで企業が人を首を切ったりとかですね、あるいはその新たな採用をちょっと抑えたりするようなことを減らしたいと、そういう狙いがあると思います。今回の利下げ幅は 0.5% というふうに伺いました。この 0.5% という数字、大きいのか小さいのか、その影響力について教えてもらえますか。端的に言いますと大幅利上げなんて僕たちは原稿に書いております。政策金利の上げ下げっていうのは基本的には 0.25% っていうのが伝統的な規模でして、 0.25% で上げて 0.25% で下げてっていうのを中央銀行 FRB はやってきました。でしかしですね、今回この利下げ局面、初めての利下げで当然僕たちは最初 0.25% っていうその基本の下げ幅で来るんだろうって思っていたんですね。しかし今回 FRB はその2倍に当たる 0.5% の利下げを決めました。これは非常に異例といいますか、非伝統的な下げ幅だと言えるんじゃないかなと思っております。アメリカメディアとかですね、あるいはアメリカのエコノミストの人たちも最初は 0.25% だろうと思っていたんですよね。しかし先週だと思うんですけど、ウォールストリートジャーナルとかですね、一部のメディアでですね、0.5% の大幅な利下げもどうやら FRB では検討されているらしいというようなニュースが流れて、 FRB の金融政策に注目されている人たちの間では非常に大きな話題になりました。何なのかって言いますと、前回の7月の FRB の金融政策に関する会合の時に FRB は 0.25% の利下げに踏み切るべきだったんだっていう意見が結構あるんですよね。というのはその7月の会合のすぐ直後にあったアメリカの雇用情勢に関する統計がみんなが思ってたよりもすごい悪かったんですよね。就業者数もすごい少なかったし、賃金の伸び率とか、あとは失業率とかも思ったよりもすごい悪くて、こんな悪い統計が出るくらいだったら FRB はもっと早く利下げするべき、もっと早く経済の下支えをにするべきだったのに出遅れたって、これ全部後知恵なんですけど、そういうような批判めいた話も結構ありましてですね、
で、そういう意味で、その7月の 0.25 をできなかった分も取り戻すという意味ですか、遅れを取り戻すという意味合いも含めて、今回 0.50% の利下げを決めたんじゃないかっていう見方が結構あります。あと、FRB のパウエル議長、FRB のトップですけどね、は今日、記者会見をしてまして、彼は、アメリカの経済っていうのは非常に今いいと、悪くないと。で、雇用情勢も、まあ、悪くないと。そういう言い方をしてるんですよね。ただ、これからね、今後その雇用なり、景気なりがもし悪くなるっていうことが、もし見込まれるんであれば、それに、まあ、先手を打ちたいっていうような、意図があるのかなと、僕は彼の話を聞いていて思いました。ですので、今すぐに、この 0.50% の大幅利下げが絶対に必要だっていう情勢には多分ないんだと思うんですけど、まあ、ある意味予防的な万が一のことを考えて早め早めに手を打ったっていうふうに言えるんじゃないかなと思います。で、一方で、とはいえやっぱり異例なんですよね。0.25% でやっぱり下げていくのが、まあやはりセオリーだったと思うんです。なので、ここで FRB が 0.5% の利下げ、政策金利のカットをしたっていうことは、FRB はもしかしたらこのアメリカの経済がこれから一気に悪くなるっていうふうに、実は心配してるんじゃないかっていうふうに勘ぐる人も多分出てくると思うんですよね。なので、この 0.5% の利下げっていうのは、FRB にとっては、これから起こり得るショックであるとか、危機とか、あるいはその、経済の減速とかに、まあ、先手を打つ意味合いがあると同時に、もしかしたら、あらぬ疑念を生んでしまうような、そのぐらいのメッセージ性の強い大幅利下げだったんじゃないかなと思います。で、ちなみに、FRB のパウエル議長は、今日の記者会見で、この 0.5% っていうのは、これは異例だと。で、こんなものがどんどん続くわけじゃないんだ、みたいな言い方をしていたように記憶します。ですので、彼自身もこれがセオリーから外れたやり方だっていうのはおそらくというか絶対に分かっていて、マーケット市場の参加者たち、 FRB の政策、金融政策に注目をしている人たちに対して、こんなものが次もその次もどんどんあるわけじゃないっていうのは結構強めに強調していたんじゃないかなと印象を持ちました。今年はこれからアメリカ大統領選も控えていますけれども、そちらに影響っていうのはあるんでしょうか。はい、非常に重要な質問だと思います。僕自身もそれをこれからしっかり取材しないといけないなと思っています。一般的に利下げは経済にとってはいいことなので、政策金利っていうその経済を押し付けるものっていうのの圧力が緩和されるんで、経済活動にとってはプラスなんで、基本的にいわゆる企業であるとか株式市場の関係者とか投資家とかはこの利下げを歓迎するんですよね。で、経済にとってもプラスだと、実質経済成長率にもいい影響が出るかもしれません。まあ、すぐには影響出ないかもしれないけど、ただそれを選挙っていう図式で考えると、現職、今で言うと民主党のホワイトハウスを持っている方の副大統領ハリスさんが民主党の候補ですけど、ハリスさんにとっては当然経済がいい方が有権者にとってアピールできますから、そういう意味ではこの利下げってのはハリスにとっては非常に追い風になるんじゃないか。実際ハリスさんはすでに今日この FRB の発表があった後ですね、すでにもう声明を出していてですね、この FRB の取り組みを歓迎しつつですね、自分もこの物価の引き下げなり有権者の生活の負担の軽減に向けて、まあ、頑張っていくみたいな声明を出しています。で、一方で共和党の候補者であるドナルド・トランプ前大統領ですねからすると、 FRB の今回の大幅利下げは、まあ、間違いなくけしからんというものになると思います。一般的に言ってもホワイトハウスを取りに行く挑戦者の方の陣営というのは、経済が悪くなってくれた方がですね、ほら今ホワイトハウスを持っている政権では経済を上向かせることができないんだ、彼らの政治がひどいから悪いから経済が悪くなってるんだっていうアピールができますから、経済は悪くなってくるのがいいわけですね。で、そういう中で経済にとってプラス の利下げをされるっていうのは、まあ、あまり面白いことじゃ一般的にはないだろうなっていうのが一つあります。で、それに加えてですね、トランプさんっていうのはこの9月も含めてその11月5日の大統領選前の FRB による利下げっていうのは、これは政治的なものだと、民主党を助けるものだと
いう趣旨で、やるべきではないと、反対するっていう意見を明確にアメリカメディアなどに語っているんですね。そのトランプさんなので、今回の利下げに関しては当然、まあ反対でしょうし、いわんやその今回 FRB は通常の2倍の大幅利下げ、0.5% の利下げをしてますんで、まあこれは非常にトランプさんからすると面白くない。いかにも民主党政権、ハリスさんを助けるようなものじゃないかっていうふうに映ってるんじゃないかなと思います。今回の利下げ、日本に対してはどんな影響がありますか？一番大きそうなのは、まあおそらく為替市場の動向になるのかなと思います。一般的にその利上げをするっていうことはですね、アメリカが利上げをするっていうことは、まあドルの、米ドルの利回りが良くなるっていうことなんで、投資家はドルをたくさん買うようになるんですよね。例えば円を持ってる投資家は円を売っ払って利回りのいいドルを買おうとすると。で、そうすると、いわゆる円安ドル高になるわけですね。今年の6月とか7月にはですね、1ドルが161円という、極めて歴史的な水準まで円安が進行しまして、神田財務官すごい有名になりましたけど、神田財務官率いる財務省と日本銀行による大規模な為替介入、円を買ってドルを売って円高方向に為替市場を持っていくという、そういう為替介入が複数回行われたことが分かっています。なので、まあこの中央銀行のアメリカの FRB の金融政策というのは、その為替市場を通じて、まあ、ダイレクトに日本に影響を与えることになります。で、今回それがまあ利下げに動くので、ドルの利回りが減ることになるんですよね。で、日本は今日銀が盛んに利上げをしようとおそらくは考えているところだと思うので、まあ、珍しく今まで開く一方だった、あるいは開いたまんま縮まらなかった日本とアメリカの、まあ、ドルと円の金利差っていうものが縮まろうとしている局面に今なろうとしています。で、これは今までの米ドル買い一辺倒だったところから、日本円を買おうという方向に為替市場が大きな方向性としては流れはなるんじゃないかなというふうに思われます。で、実際ですね、FRB の利下げがもうほぼ確実だっていうふうに思われていた今月の16日にはですね、1ドル139円まで円高ドル安が進行しました。まあだから160円だったことを考えると、本当に 1,2 ヶ月とかで20円とか為替が円高方向に進んだわけですね。だからその分、これだけの為替の、例えば為替介入でも本当に何兆円も使って数円程度動かせるかどうかっていうところなんだけれど、FRB の利下げ観測が強まるだけで、それだけのその為替市場での円とドルの動くというのは非常に大きなインパクトがあると思います。で、利上げ局面ではですね、円安がすごい進んでしまって、円安が進むと輸入物価が高くなるんで、日本の国民からすると輸入するものの値段が高くなるんで、まあ、日本のインフレにつながってしまうということで非常に問題視されて、まあ、それもあって日本の通貨当局は為替介入をしたわけなんですけど、今回はそれの逆で、今度円高にもし進むとなるとですね、これは今度その輸出にとって逆風になるわけですね。で、日本のトヨタ自動車などはじめですね、非常に大企業の影響力のある大きい企業っていうのは輸出産業であることが多いので、こうしたその自動車産業を中心にですね、まあ、特にアメリカにたくさんの車を輸出している自動車産業であるとか、まあ、そういった製造業を中心にですね、円高が進むとですね、これは業績に非常に大きなインパクトがあります。ドルに対して円が1円進むと、こんだけ何百億円何千円と利益に影響が出るっていうような大企業もありますの で、 そうするとその日本を代表する企業の輸出産業の業績に、まあ、下押し圧力がかかる可能性が一般的には考えられるかなと思います。で、まあ、そうした日本代表するような製造業の業績が、まあ、下押し圧力を受けますと、それは、まあ、当然日本の株式市場であるとか、そういったところにも悪影響を及ぼす可能性がありますので、日本全体の景況感そのものにもあまりいい影響を与えない可能性があります。もちろん為替の動向は、これはもう本当に水物といいますか、予測ができないんですが、大きな流れとしては日米の金利差の縮小に伴って、いわゆる円安方向から円高方向に触れていくっていうような大きな流れが考えられるかなと。